こんにちは、ゆうです。バズドラのおちゃんです。はい、ギアフォースだったっけ、ギアフォースさん、ルフィか、今日も無課金サバか柴犬丸やっていきたいと思います。ギアステップやった、ごめんなさい、この称号、はい、名前、はい。今日はね、もうね、昨日ね、動画、そうや、生放送、ありがとうございました。お付き合いくださり。ね、めちゃくちゃ眠かったんですけど、はい、楽しみました。はい、ありがとうございます。本当、スパチャとかもいただいて、ありがとうございます。はい。それではですね、新学期ガチャを来ているということで、昨日ね、動画で、クエストバンバン攻略していくと言ったんですけど、まあね、新学期ガチャは引かんとね、あかんということで、まあね、その、昨日生放送でね、学生さんたちの方、学生の方にお聞きしたら、まあ4月10日ぐらいから新学期やって言ってはったんですけど、新学期スタートか。まあ社会人の方はね、まあそうでもないんでね、まあとりあえず新学期ガチャ2022、5年引きながらお話しましょうか。まあね、その新社会人の方はね、もう始まってると思うんで、金玉まで持ってんごいんの？新学期ガチャほとんど持ってないんですよね、このアカウント。大丈夫よ、大丈夫よ、新社会人の方、大丈夫よ。僕ね、1年目でもう、始末書書いたんで、はい。オロチ！おー。まあ、そのね、まあ、1年目で始末書を書くなんて、すごくその会社では異例で、まあ、異質な存在だったんですよね。僕、ぶっ飛んでたんですよね。でもそれは、僕がやらかしたんではなくて、まあ、いろいろ飛び火が、なんかもう、飛びかかってきて、もう、流れ玉みたいな感じで僕が始末書を書くことになったんで、まあ、大丈夫です。全然大丈夫です。新社会人の方。はい、それで、このね、ちょっとボックス整理していきまーす。はい、ボックス整理が終わりました。ところで、新学期ガチャとはいえば、引かないといけないということで、引いていきたいと思います。狙いはですね、僕、案外ね、実はですね、パズドラ界隈の、推し、このイラストすっげー素敵だなと思うキャラがいまして、それがね、特待生実さん。もうこの黒髪ロング美少女です。で、まあ制服、最高ですね。はい、最高です。はい。まあそのストーリーもやったんですけどね、ストーリーもすごかったですね。もう、プレ報酬開催記念新学期ガチャ、行ってきます。まさかね、もう、1対1の勝ち抜き戦トーナメントになるとはね、本当その暗黒大陸、暗黒武術界みたいな感じのストーリーで、ありがとうございます。はい、もう1対1のガチ。で、もう、まさか前回出てきた、ストーリー出てきたキャラがもう、初めてだ。いい戦いをしようみたいな感じで、そのバチバチに戦っていくね。もう、ダークファンタジーでした。ごめんなさい。はい。で、クリアコース、ギア、ステップ、ガチャ、確定ガチャ、引いていきたいと思います。もう本当にね。はい。よいしょ。デイトナくんか。デイトナくんがね、実はね、その、主人公を覚醒させるための、きっかけになるっていうかね、デイトナくんの、やられちゃって、覚醒して、うわーってなるんですよね、はい。よし、それじゃあね、石使って引いていきましょうか。ユーザー情報、購入歴、無料配布分、21個でございますね。21個、はい。頑張って食べました。はい。ちなみにね、昨日生放送で、引かせていただいたら、遊戯王から、最後にね、ほんまの最後にね、マリックが出ました。ありがとうございます。いや、よかった。それでは、イシス特待生、イシス狙って引いていきたいと思います。あとね、ツイン、2人のね、タッグの人が欲しいですね。おっしー、やーよっマジか、ごめんなさい、あれちょっと待って、僕なんかちょっとごめんなさい、ストーリーそこんな適当なこと言って、いいんですかいいんですか、ごめんなさい、ちょっと、ごめんなさい、ちゃんとストーリーは、もう、ほんと青春ストーリーなんで、はい。ごめんなさい、暗黒武術界みたいな感じのことを言っちゃって、はい。お、まただよ。
またちょっとお前マジでマジでいいのマジでいいの、おーえチーリンもめちゃくちゃ可愛いからね、ほんまこれ。いやー、ありがとうございます。さあ、とにかくですね、はい。さよ、いや、なんかその、あれですね、その遊戯王はね、その物欲センサーにね、紛れてたの。また遊戯王は多分物欲センサーに紛れすぎて、ま、見ね、あ、もう、とんでもねえぜ、これは、ほんま。ねえよ。ああ、いや、もうこの流れのまま、じゃあ、ラスト行っちゃいましょうか。これほんまにね、これほんまに、もう止まった。偉いこと。まあそこはね、まあ、金卵でしょうけど。え？ああ、まあ、はいはい。ありがとうございます。佐野の見事、ちょっと、でもね、ちょっとね、僕、この流れで特待生石ちゃんが出ること期待しちゃったんですけど、あがね、ちょっと、こびちゃったね、ちょっと。訂正しちゃったから、最高にいかつい番長出てきちゃいましたね。はい、それではじゃあ結果見ていきましょう。はい、こんな感じとなりました。まあ、赤ずきんちゃんはね、男女クリアしたら、いただけたんですけど、あ、ちょ、出てきたんか、乱入してきたんか、はい。まあ、サイリアで言うと、サイリアら辺で言うと、オロチ。はい、これは無料からいただいた。はい。で、デイトナー無料からいただいた。で、デムなんか、わけがあること喋りながら聞いた。ほんまね、もう、さすがっすわ。さすがパズル&ドラゴンズさんです。あ、さっす。いやー、よかった。ちょっと交換所だけ見ていきましょうか。はい。はい。交換所がね、まあ、こんな感じなんですよ。まあ、全然交換できないんですわ。まあ、なんか。まあ、何かしら対価とかさせたら交換できるんでしょうけど、まあ、その、交換したいといえば、そのね、まあ、学園バレリア先生。まあ、こんな先生がおられたら、もう毎日、通うよっていうね。はい。もう、カウンセラーの先生かな、これは。はい。ということですね。まあ、サッカー部は別にね、僕、ちょっと、高校時代サッカー部、あんまり好きじゃなかったんで、はい。すいません、サッカー部の方、すいません。はい、はい。そんな感じですね。いやー、いいっすね。あ、いい、今年度、まあ、新学期を迎えました。はい。皆さん、どうですか？はい。どうも、もし、今回はこれで終わります。はい。もし、よろしければね、皆さん、ガチャの結果や、はい。教えてください。コメントで、どんどんください。あと、もし面白かったら、チャンネル登録、ご評価していただけると、嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。あと、メンバーシップもね、一応、90円でやらせていただいているので、まあ、はい。そちらも、ぜひ、僕、支援してくださる方、ぜひぜひぜひご入会よろしくお願いします。あとね、概要欄に活動一覧っていうのに、僕のツイッターとか、全部 SNS 関連、もう全部そこに置いてきたんで、はい。そちらもチェックよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバイ。